専門は競歩。2006から2009年女子 20km 競歩、世界ランキング1位。2008年北京オリンピック女子 20km 競歩金メダリスト。2006年ヨーロッパ陸上競技選手権、大会 20km 競歩で銀メダルを獲得した後、世界陸上競技選手権では、大阪大会、ベルリン大会、テグ大会の3度優勝を飾った。 カニスキナは2006年 IAAF ワールドカップ競歩で5位に入った後、同年のヨーロッパ陸上競技選手権大会では2位となり、主要大会で初めてとなるメダルを獲得した。翌2007年8月の世界陸上競技選手権、大阪大会女子 20km 競歩では、同じロシア代表のタチアナ・シェミアキナ以下を抑えて優勝し、 国際大会での最初のタイトルを獲得した。2008年2月、ロシア選手権において優勝する。1時間25分11秒を記録して、2005年8月にオリンピアだ、岩ノ和が残した、女子 20km 競歩の世界記録1時間25分41秒を上回った。しかし、この大会では、ロシア人が、 審判員を締め、IAAF が記録公認の条件として規定する国際審判員3名以上が含まれていなかったため、この記録は世界記録としては公認されなかった。また、同年5月チェボクサルで開催された IAAF ワールドカップ競歩女子 20km では1時間25分42秒の大会新記録を樹立して優勝した。 2008年8月21日、北京オリンピック 20km 競歩において1時間26分31秒を記録し、ハッシュティプレッツェルを36秒引き離して優勝した。またオーリピンが2000年シドニーオリンピックで樹立した、オリンピック記録1時間29分05秒を更新した。 2009年8月、世界陸上競技選手権ベルリン大会 20km 競歩で優勝し、女性として初となる連覇を達成した。同じビクトールチェジンコーチから指導を受けるアレリー・ボル・チンは古くからの友人である。2012年ロンドンオリンピック 20km 競歩では、スタートからハイペースで歩き続け、終盤まで大きくリードしていた。しかし、 ゴール直前で、エレーナラシュマノはに抜かれ、銀メダルとなった。カニスキナは2015年1月生体パスポートを、用いたドーピング検査で異常値を示したとして2012年末より3年、2ヶ月の資格停止処分を受けた。北京オリンピックロシアメダリストたちとメドベージェフ。 大統領を囲んで、ニコライドルゴポロブ、ロスティスラフオルラブ、カニスクイナスピーズ21時25分11秒、IAF、2010年7月12日閲覧。カニスクイナビーツレーンツーウィンウォーク BBC スポーツ、2010年7月12日、閲覧。カニスキナ女子 20km 競歩で、金メダルアフップ部、2010年7月12日閲覧。A.B. パウエル。 デビッド、カニスクイナフォローズインボーチン、S フットステップス、IAAF、2010年7月12日閲覧。ランドルズ、スティーブ、イベントレポートウィメンズ 20km レースウォーク、ファイナル、IAAF、2010年7月12日閲覧。ロシアの競歩後臨金メダリストラゴ選手が、資格停止。 spanicky a n n e x h t t p w w w s p o n i c h i c o j p s p o r t s n e w s 2 0 1 5 0 1 2 0 k i j i k 2 0 1 5 1 2 0 0 0 9 6 6 5 7 7 0 h t m l ありがとうございます。